こんにちは、ハムカツ太郎です。いつもご視聴ありがとうございます。おかげさまでもうすぐチャンネル登録者数が200人に達します。登録していただいた皆様、どうもありがとうございます。まだ未登録の方でもう少し見てみたいなという方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。前回の動画でこの角打ちとは、酒屋で買ったお酒をその店内で飲めることご説明しました。で、今日はですね、私が考える角打ちの魅力2つご紹介したいと思います。まず1つは、これはですね、通常ある飲食店さん、さまざまなタイプがあるように、角打ちもさまざまなスタイル、タイプが存在します。これ前回ご紹介した五反田の加藤酒店さん、こちらは通常営業しているお店の中で夕方になると簡易テーブルを出して飲ませてくれるお店です。また別の角打ちは、通常営業のスペースとは別に飲むスペース、専用のスペースを設けている角打ちもございます。で、中には手料理を出してくれる角打ち、あるいはもう乾き物しか置いてない角打ち、本当にいろんなスタイルがあるのが角打ちの面白いところです。言うなればこう大きな角打ちという傘の中に、和食店もあれば洋食屋さんもあり、イタリアンもあるみたいな、もう入ってみて、おお、こういうスタイルか、ここは、なんかそんなこうドキドキ感っていうか楽しみがあるのが角打ちです。でもう一つ、これはね、やはり気軽でリーズナブルなことですね。私よく利用するのは、飲み会があるときに、あと5分10分ちょっとまだ待ち合わせ早いなと思ったときに、近くに角打ちがあればパッと入ってクッと飲んでパッと出ていくと、つまみも何も食べずに頼まず、そういうことができるのが角打ちの魅力の2つ目、とっても気軽でお酒を楽しむことができます。東京にもまだ多くの角打ちが残ってます。ただなかなか飲食店、通常飲食店さんのように、どこの町にもあるかというと、なかなかそういうわけにもいかないんですが、ぜひとも皆さんも角打ちの楽しみというのをご経験していただければと思います。で、今日はですね、その角打ちもう一つご紹介したいと思います。東京 JR 大井町駅から徒歩3、4分ですかね、ちょっとオープンエアの雰囲気が楽しめる角打ち、武蔵屋酒店さんです。ではスタート。はい、こちらが武蔵屋酒店さんです。どうですか、このフルオープンの雰囲気。私も何度か伺っていますが、一度も扉が閉まっていたことはございません。こちら、先ほどご説明した中では、お店の中で飲ませていただく角打ちです。この入り口のところで飲むとですね、それこそオープンカフェでお茶を飲んでるかのような、オープンビアが飲める角打ちです。シーズンによってはすごく風が心地よく、とても美味しく飲める角打ちになります。で、いつも一番奥にお母さんがいらっしゃるんですが、
まあ、すごく寡黙なお母さんなんですけども、ものすごく目配せが効いて、すごく心遣いが優しいお母さんです。あてはですね、やっぱ缶詰や乾き物、昔懐かしいあのカワハギですかね、あれも置いてあったり、まああのおせんべいとかも置いてありますし、まあちょっとひと手間、かけた枝豆や冷やしトマトなんかも時々出されております。さあせっかくですからちょっとビールをいただくことにします。冷蔵ケースから瓶ビールを取り出して、奥のお母さんのところでお会計を済ませるとグラスがいただきます。自分の好きな席、私はいつも道路側の風が心地いい席が一番大好きです。さあビールを注いで乾杯。くー、キリンのラガーは美味しいですね。この日あてに選んだのは枝豆と缶詰のソーセージ。この缶詰のソーセージのあのふにゃっとした何とも言えない味が、こうなかなか普段味わえない味ですよね。もう最高です。ウーロンハイを追加すると、このビニール袋に入った氷とジョッキと缶のウーロン茶、そしてコップに並々注いだ焼酎が灯されます。このスタイルはなかなか他にもないと思います。そしてこのビニール袋に入った氷をジョッキに入れて、並々入った焼酎、この焼酎をこぼさずに入れるのは結構至難の業です。そして缶のウーロン茶を注いでいただくというスタイル、これはなかなかないですね。角打ちって本当に楽しいですよ。今日もとても楽しませていただきました。ごちそうさまでした。ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ハムカツ太郎でした。